どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを続きとしてブラッド続きをやっていきたいと思います。で、まあ全然忙しくて、いまだにエピソード1の、何面だっけ、6面 ?7 面 ?6 面だからに今到達してると思うんですが、でも確か、全1個のエピソードがだいたい8面か9面までで、で、シークレットエピソードをもう到達してクリアしてるので、ここか次、ここは多分最後じゃない、次が最後とかなのかな。まあやってみたいと思いますけど、できれば今日エピソード1ぐらいはクリアしたい。弾がそんなにないな、しょうがない。とりあえずこれでな、な、な、おお、うわ、いや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 、すです。まとまってて、どっかに固まって。あんまりダメージ食らってないかな。ああ、いってるって、よしよしよし。弾がない以上、ある程度節制はしないといけないですからね。ダイナマイト1個とこれだけで、なんだこれ、ピッチフォークだっけ、これだけであんだけ倒したらいいでしょ別に。33はこれ使ってもいいかな。エピソードをまたいじゃうと多分武器は普通にリセットされると思うんで、まあドゥームとかと一緒ですよね。これなんかありそう。あったー、ダイナマイトの数もそんなに多くはねえんだよな。また水場か、アウト。こういうところは嫌ですよ、狙撃されたりするから。どこにいる、10発しかないけど、一発命中させられれば人間は焼き殺せるので。上にやればすぐには行けないんでしょうね。して下に行くのか。魚いるかもしれないからな。お前まだ、あれか、火はちゃんとあれなのか、消えるのか、その辺ちゃんとしてんのかな。そこが、これ息継ぎしたいけど上になんかいるかな。一回息継ぎでいる、うん、声はしたな。なんだ、やべ、飛び込んできた。こっちは登れる、こっちが安全でもない。いやー、11発しかない。さっきのところの上に行くのかな、奥のやつが見えないぞ。ヘルス16しかないんだけど、倒せてはいるんだよな。どうするべきか、一回クリアして、クリアじゃない、一回セーブしてみる、これで。3番にセーブして、3番にセーブして、回復アイテムが手に入らなかったら考えよう。うわ、これも10発しかない。魚はもういないっていうか、まずダクソー。いやー、こっちからかな。ここに戻ってきたら心臓は落ちてるんだけど、戻ってこれないと思うんだよな。待って、まずここの列を、いやもう移動しない。あー、くそ、やっ、オッケーオッケーオッケー。
さっきのやつが燃えたけど水に落ちて火を消したのか、それとも単純に下にいるのか、火を消すっていうのはないんじゃないかな。ちょっと待って、これは更新しよう。ダイナマイトは水の中で爆発してたからな、竜宮城の時とかと変わってない気がする。そういうのは一応中に端っこからいると仮定してた。いないよね。じゃあやっぱあれは火が消えたってことなのかな。あんまり息継ぎしたくないんですけど、これさっきのところに行くのが正解だと思うんだが、息継ぎしないとダメージ食らってっちゃうからな。他になんかないかな。あ、なんかある。ここまた魚跡行って、そこになんかあるな。あ、オッケー。あ、これ透明になってですか。あ、今のうちだ。割と透明なのはかなり有効ですからね、このゲーム。さっきのやつですね、あいつら。あー、でも弾切れたな。もう一人ぐらい水の中にいるだろう。いない？よし。よし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 、さすがに未来を見ただけあった。しかし弾がない。これも3番。あー、まあいいや、ここでいいや。 109% ですもんね、ヘルスも 100% 以上。えい、まだいったか。当たった？当たってない。弾でも心臓でも、あ、心臓落としてく、イエーイ。下か、くそ。やっぱ火消してんだな、潜って。どっちにしろ難しいな。難しいね。あっちにはいないよな、もう。見え、少なくとも見える範囲には上にいるやつが落ちてくるんだよな。あー、やっぱ火消すのに潜ってんだな。まあ個人的に難しいんで、ドゥームやってる時よりは 100% のキルは目指さなくていいかなって思ってやってるんですけど、そうは言っても殺してないのも気持ち悪いから、殺すのは殺すでいいんだが、あんまり戦いたくはない。なぜならこんなにダメージを食らうからだ。くそー、
いたな。水の中であの青い服の信者は見づらいね。一体いたけどいいや、あいつほっとこう。多分出てこないだろう。うわあ、びっくりした。だくそ、もう行っちゃうかな。いやもうなんか行くんだったら戦った方がいいみたいなところはあるんだよな。 25% か。まあこれで一応行ってみて。ダイナマイトいくつある？ 5 個か。いやちょっともういるのか、もうそこにいるのか。前出てきてんのかな、こうやってるうちに。いや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 、真下にいたな今多分。動き回ってるだろうからな、この間も。撃たれなかったらこのまま一番痛いぐらい。まあいいかこれで。うわで、あ、いた。あー、ありがたいね。これ使っちゃおう。じゃあんで来るね。あれ落ちた。ちょっと登ってこれるか分からんから取っちゃうんだこれ。したらどうすんべか。4番目にセーブしちゃうか。多分最初のとこだよな。どれが開く、あそこが開くの。あれは起き上がるかな。大丈夫かな。なんか読み込んだ音したな。落ちてだと思ったよ。どうする、下に多分いるんだよな。開けた瞬間なんあれなんだから、開けた瞬間かなだな。ああ、そう。ああ、でもなんか俺が混乱してる間に向こうも混乱してくれたっぽいな。ダイナマイトで何体か吹っ飛んだかな。俺じゃなくて敵の投げたダイナマイトでですか。少なくともここにはいないぞもう。ああ、どうしてもこれを押しちゃうんだよな。この辺のキーコンフィグをなんとかしたいな。ブラッドの方でできなかったからスチームの方でできると思うんだけど、前使ってたゲームパッドはいいんですけど、今使ってる予備で持ってたやつがスチームの方がその辺をちゃんと読み込んでくれなかったりするからな。あ、やべ、そんなにいっぱいいるのね。ダイナマイトじゃない方がいいかな、投げづらいなそこ。
方ないね。せこせこ行きましょうか。とりあえずそこに心臓はあるので多少のダメージは回復できる。多分入り口の方にも取りに戻れる。うわ、取っちゃったの心臓。まあいっか。ガソリンって何なんだろうな、何の弾だろうな、持ってない銃かな。多分何も増えてないんだよな。あ、これかな。45発か、使っていいよな、もうこれさすがに。最大50発とかじゃないかな、ルームとかと一緒だったら。あー、ぐるぐる回ってんな。割といい感じだな。奥に歩いてったが、いるね。あそこか。パッと見いないけど、今飛ぶのもちょっと怖かったからな。一応飛んでみたけど、セーブしてからすればよかったと。ダイナマイトもこんなに贅沢に使って大丈夫なもんかというのがあるんですよね。やべ、久々にコウモリ見たな。
玉がねないんだよね。多分使っていいんだよなこれ。ちょうど。ちょうど使っていいとこだったけど、奥にもいるよな。う、いやちょっと狙撃してくるやつがいる。どこだ。上か、さらに上っぽいな。あれか、どう一回これは、あ、一回今ロケハンに切り替えようと思ったんですけど、それすら難しかったな。心臓落とすやつある程度固定されてるのかな。さっきも2個そこに落ちてたよな。どこにいるんだ。飛んでるやつが少なくとも1体はいる。で、狙撃をされるんだよな。奥にいるのか手前にいるのか。手前か。手前か。どうするべか。遮蔽物はないよな。上にこれ以上見れないんですよね。あ、奥にもいるし手前にもいるしなのか。奥にもいるし手前にもいる。奥はちょうどこの柱の向こうですね。それを倒しに行くとこっちのやつに狙撃されるけど、こっちのやつに気をかけてると向こうのやつに狙撃される。絶妙な配置。もう一体いたな、今飛んでるやつ。一体やったからとりあえずセーブしちゃうか。ここでもうせこせこやって、ちゃんちょっとでも確実に進んでるんだったらセーブするとか、それぐらいのせこさでいこう。知らんけどダメージ食らってるやつがいるな。なんか知らんけどダメージ食らったやつがいたからセーブしとくか。多分人間が一人死んでるはず。なんだろう、ダイナマイトの誤爆でもしたかな。爆発音はしなかったけど。やっぱなんか燃えてるよな。どうし打ちしてんのかな。やったっけ。待って、上にあと2人ぐらいいてって感じなんだ今のだと。落ちては来てるくれてるんだが、
落ちては来てくれてるんだが、そんなのを倒してるんじゃ間に合わない。どうする？一旦こっちに逃げ込んだ方が良さげだな。で、変化はない。あー、やっぱりなんか今のはなんだろう、燃えたのかな。減ってるから、減ってるからせ、ここを抜けられないな。本当にせこいなこのやり方で。もこうでもしないとそもそもクリアするのに時間がかかっちゃうからな。まだいんのか。弾がないね。一応あの救急箱持ってっから 22% だけど、まあいいかな。次に何か割と今回シークレット取れてるから、逆に言うともう探したところでアイテムはないかな感があるんですよね。7番にしといて戻ってみるか。心臓とか取りに行けるところにあるかな。30発ここはまあそこだよね。ああこの辺にはあるよな。最初のところにあるんだよな。水の中に落ちれないんだけど、危なくて。あ、ここにもあった。戻ってきてとりあえずよかった。水の中に落ちれないのよね、危なくて。こっちまで行ったらあるはず。あったあった。これでとりあえず行くか。さっきのここで、あーこれ取り忘れてたか。取り忘れてたのか。なんかさっき取ってないやつあるかなと思って戻ってきただけなんですけど、やべ。そうですか。なんて回復とシークレットのアイテムとシークレットそのものを取るのに戻る必要があるのは分かったけど、あそこをジャンプで戻ってこれるのかな。戦う必要があるのかな、あの海中のやつと。 TNT がいくつかあったからダイナマイトをそこに投げ込んじゃっていいと思うんだけど、戦わんで済むなら戦いたくはないな。シークレットじゃないのかな、今シークレットのやつは出てなかったな。一応7番にセーブ。大して別にでも多くはねえんだよな。うん、これジャンプでき行っちゃえるなら行っちゃいたいな。あ、いけたいけた。なんか
そういえば、そういえばって、ここに今勢いで乗れたから。ステンドグラスってのは怪しいからね。もう一人だけか。一応飛び込んでみるか。あ、飛び込めないよ。ただの壁だ。あの上とかなんかあんのかな。行けるのか、あのブーツ使っていくのか。まあいいや、とりあえずここだ。いや、いるね。ゾンビか。人間もいるな。お、いいね。よし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 。ゾンビだな、あれ。人間もいるね。すごく順調なんだけど。順調なんだけど怖いから焦って K を2回入力してしまっている。二丁拳銃のやつ。どういうこと？あれはスイッチだな。あそこにもスイッチ。はい。イエーイ。カギがいる。正直二丁拳銃のやついらないんだよな。取らんでいいかな。なんかのでもスイッチにはなってるかもしんないからな。取った瞬間に測れるのかな。いらないな。見えたんだけどな今。
なんか脅してんな。あそこが開いたな。ゾンビが開けたのか。お、開いた開いた。あれ、なんかがあるわけじゃない。ああ、足も後ろにもいるのか。せこせこしてますが、せこせこ倒せるんならこうやって倒したいんだよな。それこそさすがにこれは届かないかな。こいつの攻撃も届きそうだからな。怖いからな。開けてんだなあいつが。ああ、これはさすがにもうこれでいいだろう。倒しきらんかったか。やべ、贅沢に使ってるけどいいのかな。やべ、このツイキャスでやっている動画を YouTube の方にツイキャスの機能を使ってアップする都合上、1回の枠を1時間ぐらいで終わらせたいんですけど、そこで分かれちゃうからということで、1ステージは1時間以内にクリアしたいというわがままがあるんですが、まだいる。あ、くそ、手前に2人とかと思ったけど、上どころじゃないな。4人ぐらいいるな。じゃあ、でも多分これじゃ当たってないんだろうな、1人に。
やったかな。もう人間は人間が強いんだから人間に対して全力でいった方がいいな。ゾンビとか悪魔はそんな強くないんだよな。それかな。それでもなんかこれなんかダメージ食らわなくなるみたいなやつだった気がするんだけど、取ったらなんか起きるかな。こういうこと？ん？なんか相手落としたな。じゃあこれで、ああ違うな。ていうかダメージ食らってたな今。うわもう開いてるね、この時点で多分。後ろのやつに撃たれたんだろう今のやつは。いやちょっと待って、ああ戻れる、戻れるね。こっちにしよう。これ取るかな。これ今欲しいんだよな。無傷で取る方法があるんだったって感じだが、さっきのあれを取ったらこれが無傷で取れるんじゃないかとなんとなく思ったんですけど、別にあれが撃ってるわけじゃない、あれが撃ってない。まあいっか。あと一個心臓ある。ここに入ると壁が開くんだよね。閉まる、開く。なんかライフシールかなんか取ったな。ああしかもこれも取ってる。いやまあ取ってはいるけどさって感じなんだよな。
これだな、多分こうだな。間違ってないな。あと立ち回りだ。そこに回復アイテムがあるから。自爆したな。どっかに逃げ込みたい。逃げ込んだ。ちょっと一体ここでセーブ。ゾンビにやられてんだな、あの人。ちょっとほっといてみるか。弾がないと思っていたが、今は潤っているな。潤うときは潤うんだよな。あのドゥームもそうですけど。戻ってきましたが、あ、いや多分終わってないよな。一応セーブして、別にあれが無効になってはいないと思うんですが。あ、向きで取れた。向きで取れたが、取る意味はあるか。帰ってきちゃったな。ここ違うよね。あ、これか。ダイナマイトが仕掛けてあるね。そういうことが。もうちょっと固まってくんないかな。割と順調に来ましたが、僕にもいるな。降りたはいいわ。これ登れるのかな。
あ、登れるわ。気づかなかったら狙撃されるとか、そういう仕組みだったのかな。なんか奥にいたっぽいな。いや、繋がっただけかな。あー、ここか。やべ、座る。でさすがに使いすぎだな。え、ちょ、違う、あ、さすがに使いすぎだと思ったんだが、ただダイナマイトそこにあるから使っていいんだよね、多分。せこせこやること前提でやったので、これで心臓を取りに行く。これ取ったっけ？取ってるか。これが一発しかないのかな。地味にあれ使えるからな。この奥ですね。もう2番セーブしていいだろう。あれゾンビだな多分。ちょっとが信じよう。やべ、スイッチ。スイッチ。スイッチ、スイッチ、スイッチ。まあ順番だよ。はい。
カーギいたんどうなってんのこれ。わかんないけど、なんか俺はもしかしたらうまいことやってる可能性があるのでセーブしよう。なんか爆発してんの？ない？あ、施設を爆発して施設を爆発してんのかな。忘れてたよお前のこと。そう。これは？鍵がいるんだ。それが鍵がこれなのかな。あ、そう。あれを取らんことには始まらんよな。あれ？言わせるってなってるの？何したんだ俺は。まあいいや。あの下からロケットランチャーみたいなの撃たれるようになってるのか。したらだだな、どうすんべかってなるな。どうしよう。これな、でもさっきの感じだとあの下に潜れるよな、多分。潜るのかな？潜った方が安全かな？せい。潜ること想定してるな、これ。ただ正解っぽいな。